これいけてる？あ、いけた。ちょっとルームツアーします。帰ってきて、はい、入り口からすぐのところにトイレ、ウォシュレット付き。でここが洗面所で、コップとハンドソープ、アメニティがかわいい。なんかやっぱミニなんだな、ここ。かわいい。あ、ドライヤーがちょっとしょぼいけど。あ、台もついてる。さあ、お風呂はどんな感じですか。あー、はいはい、まあまあまあ、でも浴槽がある。ユニットバスじゃないだけ、全然いい。上にタオルが、バスタオルで、フェイスタオルで、姿見、イエーイ。で、この裏にハンガー。あ、ここがかけれるようになってる。うまい。スリッパは持って帰ります。子供用のもちょっともらおうかな。今ここにトランクを置いて。ポストカード。うん。ポットで。コップお茶。ここはなんだ。あー、パジャマが出てきましたね。あー、こういう感じね。一枚のワンピースみたいな感じか。あかんない、どこで寝ようかな。あ、ここにチャンネルがあって、ここは金庫、下は、あー、冷蔵庫発見。あ、冷えてる冷えてる。あ、冷たい、冷えてるね。みんなお疲れですね。もう今日も帰ってきたまんま、携帯見てる、帰ってきたまんま、今タブレット見てる。で、ベッド置きっぱなし、ベッドがあって、かわいい。あの足は臭そうですね。ここをベッドに改造して、はい、中庭が見える部屋です。中庭行きたい。あ、やだ、明日朝一で行こうかな。そこになんか反射しちゃって見えない。な、何買ってくる？パン？これ明日の朝食べようと思ったのに、もうなくなってる。くそー。鮭。え、俺の携帯どこだった？うん、ここじゃない。あ、違う、コンビニが、1階に併設されてるっていうの、あれ併設されてる、合ってるか。めちゃくちゃ便利、12時までやってる、0時まで。朝食も楽しみ。楽しみ、朝食楽しみ。朝食いらんかな。明日じゃないよ、12月1日は食べるでしょ。うん、ゆっくりフォトスポット撮りたいね。おー、朝攻める。あ、買って行ってもいいね、ついでに。どっちで行くか知らんけども、車ね、車についてここに書いてあるよ。いつでも入出庫できますって書いてある。これ入出庫って合ってる読み方だそうですので。で、チェックアウトがね、テレビでできんねんて。できるかしら、便利だけど、できるかしら。はい、よし、手
ということで部屋の紹介は以上です。疲れた、もうお風呂入ってみよう。おやすみなさい。なんだっけこれ、シャチ猫三毛猫なんだっけこれ。あ、なんかよく出てきた。あ、段差気をつけて。こっち。あ、素敵。ね、ここもかい。うん、あ、いいね。あ、すごい、流れてる。ちょっと待って、取りにくい。本当だね、泳げそうだ、普通に。でも泳げない。塔が閉まるよ。どうしよう、これ気あと何分ある。プーさんだ。家の上に家があるなんて怖いわ。誰の家だっけ、上にあるの。ツリーですね。家え、ここで買うの。うん、イメの子供に。ありがとうございます、メリークリスマス。あ、ありがとう、みーちゃん、ありがとう。ちょっと簡単にご説明いたしますね。当店ビュッフェスタイルとなっております。またお席自由席ですので、何も置かれていないお席のご利用お願いいたします。はい、はい、最後お弁当なんですけど、こちらの方だけお借りください。出入り口のところにご返却お願いいたします。全部あー、そう、どう。いいね。サラダからです。パンがあるよ。日本のクオリティが高い。あ、見て、このパンは食べたいな。バターロールで、パンをショコラは食べる。クロワッサ、かわいい。見て、ドナルド作ってんじゃん、あれすげえ。はい、パンケーキ。はい、じゃあ食べましょう。あ、つぶり食いする。何個食べる？2個。じゃあママも2個食べる。あっち行く。あと1個は誰が食べるでしょう。誰が食べるでしょう。え、これ何？フランスフルーツ。うん、食べたい。ちょっと食べてみる。いや、まずかったら嫌だから1個だけ。